1> 1分でわかる。坂木原康政の生涯。天文十七年から年永禄六年原長政の次男として誕生三河一向一揆で初陣を飾る天正十二年小牧・長久手の戦いで秀吉を非難する激文を発し激怒させるが戦後褒めたたえられる。 慶慶長5年から慶長年年、から関ヶ原の戦いでは徳川秀忠軍に従軍持参した秀忠と家康の間を取りなす59歳で死去。